ほら、あ、取れた。取れた。はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。です。はい、今日もですね、熊本の実家からお届けします。はい。はい、ということで今日はこちらですね。うん。化石発掘クリーニングセットです。昨日ですね、三船、恐竜博物館というところに行ってきましたね、はい、そこのお土産で買ってきたものです、はい、あの三船恐竜博物館は熊本地震の影響で、この何恐竜の骨格のモデルが一回崩れちゃったんですね。それを直して7月ぐらいに営業再開したということで今回行ってきました、はい、特にね、中の動画は撮ってないです。でこちらはですね、新生代編で6550万年前から現在までのものが入っているということで、サメの歯とか、貨幣石とか、琥珀、そう、琥珀、これ欲しいね、が入ってるみたいですね。じゃあ開けていきましょう。はい、中にはお、あ、これ入れるやつだね、発掘したやつを。すげえ、あ、これ説明書。あ、シールある。こんな感じの石が入っておりました。で、この金具が入ってましたので、これツン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 して掘っていくような感じだね、はい、注意して掘っていかないと中のもの、その化石用に傷つけちゃうから、はい、注意深くやっていきましょう、はい、まずはビニールから取り出して、これでツン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 やっていく、うん、じゃあやっていってください。はい、あ、ここ柔らかいね。あ、削れてる削れてる。もうこんな感じでね、ちょっと黒いのが出てきてる。本当だ。はい、結構削れてきましたね。はい、見てね、これこれ、ほら、あ、取れた。取れた。やった、琥珀だ。琥珀だね。琥珀だ、やった。化石発掘。すごい綺麗。おお、綺麗。蚊とかは入ってないね。うん、うん。よかった。これは昔の木から流れた樹液が固まったもの。固まったものね。すごいね。じゃあこれをちょっと一緒に洗ってきてください。はい、じゃあパパ引き続き他に何かないか、はい、掘ってるよ。はい、じゃあサメの葉か貝石にしといてみて。そうだね、うん、なんかちょっと見えてきたよこれ。うん、ほら、あ、この色はまさか、なんかあるよね。琥珀じゃないね。これなんかあるね、これね、こことここになんかあるじゃん。え、これも、これもそう？こっちも。いや、こっちもそうだね。はい、結構削ってこんな感じになってきました。はい、多分こちらが貨幣石。はい、で、この部分、これ、これサメの歯だね。同時に見つかった感じだね。はい、よかった。うん、もうちょっと削っていこうか。これ結構大変。はい、大変だね。うん。貨幣石取れました。はい。こんな感じ。薄べったかったんだね、これ。本当だ。うん。けどやった。やりましたね。はい。じゃあこれまた一瞬洗ってきてください。はい、あとは、このサメの歯だけですね、はい、これ頑張ってあと取るよ。きっとですね、ちょっと取れそうで、取ってもらっていい？はい、これね、取れた。あ、取れた取れた。おお、こんな感じ。はい、ちゃんと歯になってますね。はい、もうすごい、とんがってんな、ね、はい、そして専用のケースに入れると、おお、いい感じになりましたね。いい感じだ。ちゃんと琥珀と貨幣石とサメの歯、うん、はい、収集できましたね。はい、よかった、やった。はい、ということで今回は化石発掘クリーニングセットでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、掘るのにね、結構時間かかって同じ体勢で疲れました、パパ。はい、エイシン君もちょっと手伝ってくれたけど、はい、思った以上に硬いので、うん、これはね、あのご両親の助けが必要かな。うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマエチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。ね、それとマエチャンネルとは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。